タヌキがよく人を化かしたり化けたりするなんてことを聞きました。しかしこれはあまり化けたり化かしたりするなんていうのを見た人もまた化かされたなんて人もいないようでございますから、こいつはまあ化けないらしいんですけども、まあ、昔からそう言われてるものを逆らってみても仕方がありませんの。何に化けてるか調べてみるってえと、キツネなんじゃ襟巻きの方に化けてました。銀ギツネなんてのはなかなか高価なものですね。あれはもう防寒具というよりは一つの装飾のようなもの。あの襟巻きを女の方がなさいますと大変きれいに見えました。キツネのあのほっそりした神経質な顔が大概この辺へぶら下がりますね。これ持ってこなきゃいけないそうです。キツネの顔と己の顔を対照させてですね、たといくらかでも自分の顔をよく見せようという策略だそう。中にはキツネの方が治療が良かった。まあああいう動物も喜怒哀楽の情なんていうのがございました。嬉しいとこは嬉しい、悲しいとこは悲しい、恩を感じるとかまた感じたりするそうです。おいおいおい、いけねえな、子供はすんな、いたずらすんな、かわいそうじゃねえか。絵にも描いてあるだろ、子供というのは雪の中でかけっこしてる絵やなんぞ。なあ、いじめんじゃねえ、ほら石なんてぶつけんねえ、かわいそうだから。そのな、犬をいじめんなてんだ。おじゃん、これ犬じゃないよ、これタヌキだよ。タヌキだ、そうか、どう様子おかしいと思ったんで、口はとんがらかってムクムクしてやるからな。なんだ、小タヌキのようだな。罠こしらえたんだよ。親タヌキがかかんねえ、子タヌキがかかっちゃったんだ。みんなで今とっ捕まえたんだ。これぶち殺して皮剥いちゃってね、あとはもうタヌキにして食っちゃうんだ。おい、タヌキ汁だなんてかわいそうなこと言うね。タヌキは子供で、おめえたちも子供じゃねえか。子供同士は仲良くするんだよ。ああ、こっちよこせ、タヌキを。タヌキを買ってやるからこっちよこしなよ。おじさん、タヌキ買ってどうすんだよ。逃がしてやるのよ。逃がしてやる？いや、仲間だな。タヌキ親父、変なこと言うねえ。こっち来い、こっちへ。さあさあ、タヌキこっち持ってこい。なあ、いくらもねえけど、これおめえたちにやるから、これで雨でも買ってしゃぶりゃえ。こっち持ってこいな、タヌキを。餌になんて気を取られるから、こういうことになるんで。さあ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 、逃がしてくる。逃げろ、逃げろ。どうだい、丸くなって飛んでっちみやった。ああ、いいことしたい、墓参りの帰りだしな。生き物の命を助けるなんてな、いい御所だ。スッとした、スッとしたねんけど、懐までスッとしちゃったな俺。投げなしのうちにみんな子供にくれちまって。まあいいや、帰りはなんとかなら。この人は一人者の帰参寺、うちに帰る程度せんべい布団に菓子屋も膝抱えて丸くなって寝てしまいます。真夜中頃になりますてえと、表の方の戸を、うめえ、うめえ、はい、誰だい、もう寝ちゃったんだがな、明日に作んねえか。え、誰だよ。何やす、神子か。何やすね、竹か。うん、誰だよ、なすよ。はっきりしねえやろな、気があったな。なんだしろ、タヌキはモスモス言ってるでわからねえじゃねえか。そのタヌキです。んどうせよ、タヌキの知り合いなんぞに、また夜遊びして締め出し食っちゃ俺んとこして止めてくれてんだから、うちを宿役なんかで心得てやんだからな。なっちめえ、なちなみに開けてやるから、言っとっと思ったとこじゃねえかよ。え、さあ、地平に、お、おい、どうした、どっか隠れたか。若なんかって脅かすってのか。何をしてんだよ、何しやんって。夜の中人の家役に戸を叩いたり開けさせたり閉めさせたりしやんって、ぐちゃいってやす、なんだなんだ、なんかどまんすぎ、なんだ。いい、タヌキでございます。タヌキだ、これどっから行ったんだ。親方お分けになってたのに、またぐらすらっとこんって入りやして、ひょいっと見たら随分ふんどしが汚れてる。なんでタヌキがこんなとこに飛び込んできやったんだ。
あの昼間藪寺のとこで子供に捕まりまして、危なく殺されるとこ親とは通り足で買い取って逃がしてくださいました。あの時の子だに来てください。どうあの説、ああそうか、あの時のトンキか、うん、あれからおめどうした。あれから穴に帰りました。あのことを両親に申しまして。なんでその両親ってな、え親だね、聞くわ、うん、そうやなきゃ話は分からない、うん、話をしたか、うん、親父なんだ大変喜んで、実にその方は立派な方だなんて、もう腹叩いて感心してました。そうかな、やっぱりタヌキのじゃ腹叩くか、そんなに感心して、実に立派な方、そういう方は人間にしておくのは惜しいってました。なんでその人間にしておくのは惜しいってな、タヌキの仲間入れても恥ずかしくないし、言うすぐにやる。タヌキのいいと思ってやんな、そうか。でも親父はそんなこと言って褒めてたわ。もうご恩人だから、お前早速これから行って恩返しをしてこなくちゃいけないってこう言われました。もっともだと思いましたんで、今晩お礼方々ご恩返しに出ましたんで、どうぞ一つよろしく。タヌキなんざ義理がてえもんだな。お前恩返しってお前何やるつもりだ。別にこれすってやることはございます。親方お仕事からお帰りになりました、お疲れになりましたら、お見合いしてもさすりました、こまごましたようでもいたしまして、あなたのおかみさんがありになっておいいよ。冗談じゃねえや、タヌキのおかみさんがありゃ困る。それもいいけど、俺あんまなんざできるで。タヌキなんて誘われてみるに気味悪くて知らねえよ。まあいいよ、その心持ちだけで結構だ。いいから穴に蹴ってくれ。泣いておいてください。このまま穴に帰れませんのでね。何しろうちの親父は昔カタギの一国もんでございますから、恩返しをしてきたかしてまいりません。偉いことになるよ。なんだこのバカ野郎。恩家と恩を返さないやつがあるか。それじゃあまるで人間も同様のタヌキじゃねえ。人間も同様ということはねえ。いいから帰ってくれ。なって追いつくだよ。このまま帰っちゃ感動になっちゃいますから。タヌキのに感動だの拝着なんてのがあんのか。一足が やかましくなっておりまして。感動されちゃかわいそうだな。いや言ってみろ、いるないけど俺んとこはな、食い物はねえよ。なあな、いりま、食い物なんてもどんどんいたしますから。そうか、また来てないものはねえんだ。俺お菓子屋になってねえって言うんだよ。お菓子屋なしだってお前知るめえ。一枚振って車ってね、おめえのかける布団なんじゃねえ。そんなはないりません。自分の広げて寝ますから。広げて寝る。そうか、あれかい。話には聞いてるよ。タヌキの木は八丈敷だってな。見たことはねえがな。これでちょいと広げてみせねえか。八丈広がんな、それは親タヌキですから。じゃあ子タヌキでほんの四畳半ぐらい。四畳半行きじゃねえか。おい、あったけえか。やっとます。なんなら半分かけましょう。なんかぐらいちょいやるけどね。それはちゃ車って、おめえは車やろうがどうしよう、勝手にして寝る。それから断っとくがな、またなんだぜ。俺んとこはな、昼間友達なんで遊びに来る。でタヌキがうろうろしてっとまずいからな、みんな口悪いから、タヌキの八五郎だなってすぐあだ名つけられちまうからな。夜は構わねえが、まあ昼間目立たねえね。それはもう心得てますから、そうかいじゃ今晩おせえや。万事明日の朝ってことにしようじゃん。な、寝ることにしてな。そうですか。じゃあまあ、おいおい、いいんだいいんだ。夜は誰も来ねえんだ。上上がって塗る上、畳？遠慮すんなよ、お前。畳ってほどのもんじゃねえ。棚地がなくなって身ばっかりになってんだよ。畳は冷えていけねえ。言うことは変わってんやろ。どうの方がいいかい。じゃあ、お前の好きにしなよ。なんかやろうか、炭だらかなんか。いらねえか。うん、そうか。じゃあ、休みね。じゃあ、休ませていただきます。よ、お休みなさいまし。タヌキなんざ行儀がいいな。おやすみなさいなんて挨拶してな、くるくるっととぐろを巻いたと思ったらもう寝ちめやったな。タヌキはこんな寝つきはいいのかい。高寝つきのいいとこを見るってえと神経衰弱なんてなねえだろうな。大きないびきをかいてやら。おい、目開いてんな。タヌキ寝るよ。タヌキ寝るよ。その晩はそのままで済むてえと、タヌキの方は恩返しだなんて。翌朝早く起きました。親方、起きなさいまし。もし、もし、親方、親方、おい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 、どうせ。いや、ゆんべ変なことあったもん、寝そべれちゃってね。明け方になってトロトロっとした。おい、なんだよ、俺お向こうのおかみさんかと思って話したらそうじゃねえな。見慣れねえ小僧で、どこの小僧で。おい、笑ってちゃダメだよ。どこの小僧で。たぬきです。何？ゆんべのタヌキ。ゆんべ、あ、しょ、バカ。大きな声しちゃいけません。タヌキのまんまじゃいられませんから、目立たないように化けやした。うまく化けたもんだな、おい。持ってる尻尾なんか出てねえんだろう。
うめえもんだな、もう仲間じゃ立ちがいって褒められてましてね。あっしの先祖はね、森んじの文福茶回すからね。でつまんねえこと言わってやんな。へえ、どうろ、ていしたもんだ。はじめあたのおかみさんに化けてみましたがね、どう急に女房のできちゃなおかしなもんだと思いましたから、お長屋のいろいろ付き合いもありますから。それからまあ、今度は綺麗な小僧に化けましたがね、うち見ると随分汚いうちですからね、釣り合いが取れませんから、遠慮しまして汚い方に化け直りました。よしよ、つまんねえとこ遠慮するね。汚ねえところじゃねえな、こざっぱりしてこんぐらいになったな。親方は募集だって掃除なんてしたことない、あんなものやったことはねえ。吐き出してってほうきはなし、はたきはなしね、しょうがないんでね、尻尾でもって吐いたりはたいたりして、ずいぶん尻尾の毛が抜けちゃった。もう無理無理をすんねえ。たぬきは豆でいいな。おい、あれはダメだ、あれはお前危ねえぞ。シータツラいけねえな。シータツラじゃないんですよ、午前の支度ができてますから、どうぞ顔洗ってご飯召し上がるように。午前の支度言うせよね。俺んとこお前飯を炊こったって米粒はねえんだぜ。いつらも大事心得てます。変なふうに心になる俺知ってんだから俺。うどんがめめずでもってお前おはぎがうまのふんだなんて。変なバカなことはしませんよ、ご恩人ですから。ちゃんと買ってきましたから大丈夫です。買ってきたってお前銭はねえ。銭はありませんけどね。しばしの引き出しを開けましたら、ね、古はんきゃ2、3枚ありましたが、あれ持ってって買ってきました。でお前はがきで買えんのかい。いや、はがきじゃ買えます。あれあっちがこうさっと2、3回なじますってね、立派な札になっちゃう、1円札やなんかに。それでバカして買ってきたから大丈夫です。へえ、おめえが何かい、はがきをなぞると1円札やなんかになんのかい。おめえに遠吹いてもらおう。ほら、義理の悪いとかタヌキで用が取れんな。貧乏には関わらんぞ、もらうことはねえじゃねえか。タヌキ買ったけど時ほどな、おめえな。そうかい、俺はうちで飯を食うなんてね、下がった俺だ。親方はこういける方だと思いましたんでね。それからまあ酒の方も、いいのをね、一升ばかり買ってきましたから。本当かよ、おい、タヌキと酒盛りをするようだなんてことを本当にやるようになっちゃったな。うん、いいよ、もういいごっそになるよ。おい、俺はおめえに頼みがあるんだがな、方々義理の悪いとこがあってな、もう方々中借金だらけだ。で今が今一軒取りに来るやつなんで、これ越後から来てんで、しじみ屋って呉服屋なんだがな、親方の勘定をもらわないと国へ帰れねえってんで、宿屋でもってもだめしを食ってなくちゃなりませんので、どうぞ一つなんてんで毎朝サイスクに来てしゃあねえんだよ、うるさくちゃねえ。そいつ払っちまうとさっぱりすんだがな、こしらえててくれ札を、俺それ使っちまうから。いや、ないんですよ、あなたは使ったってそれはダメなんだ。いつまでお札になってないんですから。向こうの手を当たるとしばらくすると元のハーキになっちゃいますからね。あいつの持ってきたお札がハーキになったなんて、いや、怪しまれるといけないと思いましたからね。それからなんです、米焼く時にはおばあさんになったり、酒焼く時には小僧になったり、薪焼く時にはおじいさんになったり、しまいには泡食っちゃって小僧とおばあさんと半々に化けてる。危ねえな、それはお前。驚いて化けなりましたかね。うちへ取りに来る方はこれはうまくないですよ。うちから出たお札がハーキになったなんて、親方怪しまれまして、後ろに手の回りなことになりますから。タヌキは歓迎が不敬な、おい。なんとかならねえかな。どうでこう借金取りが間違えて、おめえ何軒か先のうちへ取りに行くなんてわけにいかねえかい。またややこしいですからね。じゃあどうで大入道かなんかになってな、借金取りが来たらまんまんまかねて脅かすか。大入道なんてな、あっしのシージーさんの代に化けたなんてこと聞いてますがね、今この世の中が進んでんな、大入道なバカバカしくて、生意気なこと言ってんやろ、お前。なんとかならねえかよ、4円いくらでな、5円あれば釣りが来るんだがな。そうっすか。じゃあどうでしょう、私がお札になりましょうか。おめえが札になれるのか、前なんですよ。よくお札になって道端へ転がってね、で人間を脅かしてうちの親父に叱られたことありますけどもね。どうして、みんな仲間でね、人間を脅かしっこの競争をやるんです、いろんなものに化けて。この間あっちのね、友達はガマ口に化けましてね、それで知ろうとしたらパクって口開いてやんだなんてね、で怒ってたんですよ。でこの頃人間疑り深いですから、すぐ知らないんですよ。あれ、こんなとこにガマ口落っこってな、なんて大きな駒形でバーンと蹴飛ばしたもんですからね、暴れ骨3枚ばかり折りました。未だに穴でうなって寝てますね。まずいじゃない。
私はそんなドジな真似しないんですよ。お札になって風に舞ったのにして足元へカラカラカラって転がってやる。あたりキレッキレしましてね、お札だなって泡食って素人に手出しますからね、バリバリって引っかいてる。札が引っかくのが、驚きます。俺驚くだろうな。たまにはうわって食いついてやるんですよ。びっくりしましてね。もう真っ青な顔して逃げ出すやつがある。中には腰を抜かすやつがあるね。それ大勢で木の陰で見て笑ってるんですよ。人間なんてものはバカな愚かな卑しいもんだと思って、おいおいあんまり人間を悪く言うなよお前、俺だってお前人間だぜ。いや親方は人間というようなものはどっちかって言えば狸に近い方がどうでもじゃあ一円札五六枚だ。五六枚なんてバラバラにならねえんですよ。これ一匹一役ですから。あ、そうか、バラバラダメかね。どうしてもバラバラでお入りだってなら、これから穴へ帰りまして親戚一同呼び集めて、そんなにタヌキ連れてきちゃ困んな。じゃあどうです、一円札がこう5枚重なってるなんて、五右衛門のおらじみたいなのダメで、つながってなんどうすんだ、回数券みたいななおよくねえな。あ、じゃあこうしよう、5円でいいや。お釣りはわずかだ、向こうにくれちまうから、おめえうまく逃げてこい。そうっすか、バゲルってさ同じですからね、5円だろうが10円だろうが100円だろうが。どうです、100円札かなんかに分けて向こうから釣り取ってあげましょうか。向こうの札は本物ですからね。ねえ、そうだけどね、知ってる中でそう取っちゃ気の毒だもんな。そうですか、2円ぐらいの釣りならなら少ねえからいいか。じゃあ7円の札に分け、おいおい、そんな半端な札はねえんだ。5円でいい、5円で。いや早く分けろ。じゃあ目をつぶって手拍子を3つお願いします。途端に飛車こうでんぐらしって化けますからね。こっち見てるって言って化けにくいですけど、見ちゃダメですよ。見てるって言ってお札が三角になるから、三角お札は四角いんで、目つぶってか3つか。よし、じゃあ頼むぞ、うまくいいな。ほらよいよいよい、お、いなくなっちゃった。トルコ、どこで、化けられて逃げたんじゃねえのか。あんたにその前です。おいおいおい、いつここに来て化けたんだ。うまく化けやったのかな。ほら立派なもんだから、誰だって白金なんて。へえ、俺大丈夫、俺食いつかねえな、俺大丈夫だな。うまいもんだな、これ札になると目方まで軽いな。そこが難しいとこだ。それもそうだ、うめえうめえ、裏に毛が生えてんねよ。札に毛の生えてるってなねえやな。毛を取れ毛を取れ、無性なことすんねえ。裏毛のがあったかだ、シャツ買ってんじゃねえよ。なんで毛がなくなったら、のみが這い出してきた。取ってください。変なっちゃなったくな。ほらほら、札ののみ取ったの初めてだ。めんめ、こんなら大丈夫だ。あんまり回しちゃいけません。目が回る。札が目がなっちゃいけ。どうして。変な声すんねん。畳んじゃいけません。畳まれますと。ちょうど腹押すからションベンがションベン。え、こっちが頭だ、おい。札に頭があると思わねえな。こうやって持ってるわけにいかねえな。じゃこのまま下へ置くぜ。何を、血が下がるから枕貸せ。バカなこと言うな。札が枕しちゃしゃ。おい、どこ行くんだよ。ションベンしてくる。ダメだよ、ションベンなんて。化けねえうちにやんねえ。札は濡れちまいじゃねえか。いつも今頃取りに来るんだが、少しの辛抱だ。うん、おお、しっしっ、だったら来た様子だ。おはようございます。昨日伺いましたらお留守でございまして、本日は私親方お勘定の何も言えねえ。おめえ来る自分だと思ったんけど、おめえこんじゃねえんだ。さっきからおめえ5円にばあのなんでこう金置いて俺待ってんだからな。いくらだ、受け取り出してくれ。ああ、さすがありがとうございます。引き残りになっておりまして、4円30銭でございます。おめえこっち貸してみつくれ。反抗してやんな。反抗してやるか。これをもらえ、こっちのもんだからな。どっちだ、こっちだって。さあ、渡すから持ってきな。こっちの頭になってるからな。逆さにすんだ、血がさっと買いそうだからな。ありがとうございます。あれはまた綺麗なお札ですな。今出来たてだ。いや、持ってくよ。折り目がなくて手の切れそうなお札。手なんぞ切れねえぞ。引っかくぜ。なんすんな、いいよ。そうしますと、これでお釣りになります。ああ、それで釣りもらっちゃ昨日だけど、今大笑いしちゃった。七円の札に言えねえんで、おめえには随分無駄さしたからな。みんなくれちゃうから持ってきねえ。そうですか、それは申し訳ございません。遠慮なく頂戴いたします。またどうぞご用の説。おいおいおい、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 ひでえことすんねんな。畳むなよ、それ。
まずいんだよ。畳むとね、ちょうど腹をすからしょんべんしたから、なんですね。こう平らにして太くれて、かわいがっていたわって連れてきなよ。連れてきな。じゃあ畳めない札なんてのは見たことありませんが、回すなよ、そこでお前。かわいそうで目が回らん。なんで、早く持ってけ。よろしく、いただきます。どうぞまた頼むからな。帰ったらよろしく言ってくれよ。ご苦労さ。やろう、タヌキを懐入れて喜んで行っちやって、食い止めに降りて、あんなうるせえやつはねえんだ、あったく。だけど待てよ、タヌキなんじゃのんきだからな、懐があったけえなんてんで寝ちまねえかな。あいつは大きないびきをかくからね、殺害いびきをかいたのして大変だってころ。けっつくのもじゃ心配だな。ただいま。おい、どうして心配してたんだ。やがて行けません、向こう渡す時におかしなこと言ったもんだから、あいつは表へ出ましてね、どうもあそこに五円札のあるわけがねってんすよ。天日に透かしてみたり、引っ張ってみたり、脇の下かき回したりして、くすぐったくって驚いちゃって笑っちゃったから、笑いようなそんなドジな真似はしませんが、そのうちに丁寧に四つに折ってたんで、こんな小さな蒲がいてパチンと腹を押されて、この背骨が曲がってこんなにねって、とうとうたまにかんで、ガマ口の中にしょんべんやっちゃった。おい、ガマ口はいけねえ、そうなっちゃもう入っていられません。ガマ口の横腹食い破りまして、よく逃げられたな。逃げてくる時に、親方ガマ口の中にね、10円の札が2枚ばかりございましたんで、お小遣いにちょいと加えてまいります。札の札くわえちゃい。おなじみのタヌキでございます。